ペロペロペロ、うんちは食ったらね。サーカスの座長になるには、リーダーになるとは、うん、カチカチ。ああ、なるほど。キーボードの位置が高いんだ。ポルカさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、どうしたんですか？ありがとうございます。ああ、なんか調べ物をしてるんですか？いやね、座長になるためにはね、いろんな知識を身につけないと思っていろいろ調べてるんで、やっぱりさ、こういうポルデンばっかやってるっていうのもね、違うってね、ちょっとね、今パソコンと向き合ってる時間っていうか、あそこの書類コピーしといて。ああ、了解です。ちなみに、どんな知識が必要なんですか？うん、やっぱ一概には言えないかな、いろいろあるんだよね。まあ、とにかくいろんな知識ってわけ。わかる？なるほど。わかんないか。なるほどとか言ってる場合じゃない、つまり、え？雑学ですね。雑学とはちょっと違うっていうのはっきり。いやいやいや、でもポルカさん、雑学とは様々の方面にわたる系統立っていない知識、学問と書いてあります。つまり雑学ですね、定義上はね。そんなポルカさんのためにこんな企画を用意いたしました。はい、雑学王決定戦。雑学王決定戦ということでですね、雑学王決定戦なのですが、誰と戦うんで、はい、まあ、座員の皆さんって座員の皆さん、ああ、すいません、ね、いろんな知識を持ってる方が多いじゃないですか。はいね、はい、みんなね、頭でっかちなのネット弁慶だから、ポルカ含めてプン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 、ごめんなさい、許してね座員、はい、まあ、だったら座員の皆さんから雑学を教えてもらおうっていう、ね、教えてもらおう、はい、なので今回雑学を募集いたしました。イエーイ、はい、その中からポルカさんが一番面白いと思った雑学を決めていただきます。あ、よいちょよいちょ。それでは座員さんからお寄せいただいた雑学を紹介したいと思います。ありがとう座員、ネット弁慶じゃないよな俺ら、今日依存していこうな。わかんないか。まずはじめにサンリオの雑学なのですが、ちょっと待ってくれ、座員じゃないんだこの人、アイコンが四角いもん。サンリオの雑学なのですが、はい、サンリオピューロランドのピューロはピエロとピュアを組み合わせた造語。ピエロピュア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 。じゃあまあシナジーが近いところにあるってことは、まあポルカはピエロじゃないけど、ポルカはピエロじゃないけど、ポルカはピエロじゃないけれどね。でもピュアピュアだからってこと。ピュアピュアってこと。ポルカさんだピュアでしたっけ。ピュアでーす。ピュアで売ってまーす。シナジーピュロランドさん待ってまーす。じゃあ次の雑学に行きますね。はい、はい、実は、うん、埼京線や京浜東北線という路線は存在しない、かっこあくまで路線愛称という扱いのためだそうです。路線の愛称、ニックネームらしいですね。知らなかったですこれ。え、じゃあ何が存在してるの、あれは何なの、あれは一体何なんだ。鉄オタ教えてくれ。ではお次いきますね。はい、ドラえもんのモノマネの際によく使われるテレレテレは本編で使用されたことはなく、これが広まった理由も未だ解明されていない。え、嘘、それ口で言ってるのがないってだけで、パファファファパパーみたいなのはなんか効果音でついてなかった。まあ効果音はついてるけど、テレレレテレって書いてないんじゃないですか。あ、なんかだって漫画で書いてあるのはこうアップになったところに集中線がバンって出てるだけだもんね。アニメになった時はハファワワッパワーみたいな感じのものが出るけど、テレレレテレと誰も言ってないけど、なぜかみんなテレレテレって言うよね。なってるって。どこでもドアって言うね。言いますね。水田わさびさんと、どこでもドアって。いいですね。そうなんだ。ではお次いきます、はい、靴紐の先のプラスチック部分の名前は、うん、アグレットです。あれプラスチックなの、なんかさちょっと靴紐が通しやすいようなあれだよね。ですねですね、それです。アグレット初めて知りました。そしてこれがいつ役に立つのかもわからない。初デートとかに使うのかな。いや靴紐取れちゃった、あアグレットをその穴に通してみたいな。アグレット。いい靴だってこの靴紐はね、アグレットって言うんだよ。キュン、アグレット。すごい。
いけるわこれ、ね、いけるかもしれない。今いけた気がしたわ。いけるかもしれない。あるいは TikTok でこの靴ひもの先の名前皆さんはご存知ですか？よかったらコメントで教えてくださいみたいな感じの TikTok でさ、これわかりますかみたいな。うまいですね。ではお次いきますね。はい。穴子のタレのことを爪って言いますが、爪？その爪は知らねえよ。タコとイカにつけて食べるとうまい。いや、うまい。かっこ雑学ではないかも。うまそう。はい、軍艦を食べるときはガリに醤油をつけてネタにちょんちょんとつけるとちょうどいい醤油がつけられ綺麗に食べれます。え、ガリをまさかその入れ物代わりというかその干渉剤にする？そうですね、寿司好きすぎじゃね。これもらったのもはや座員ですらない高根類っていうホロックスの高根類からいただきました。彼女やっぱりさ、こういうなんか仕事が大変だったからさ、寿司とかでこういう接待する経験あるかなんか、そこで披露できたのかな。そうですね、そこの軍艦を食べる時のこの綺麗に食べれますっていうのがなんか見られることを意識しつつ、すげービジネスマナーに書いてあるお寿司の正しい食べ方。ではお次いきます。はい。アイスには賞味期限がない。オクラは英語でもオクラ。はい、こちらオクラホマと何か関係がある。これ A ちゃんからですね。はい、そうです。 UGA さんありがとうございます。ありがとうございます。アイスには賞味期限がないっていうのは確かになんか聞くけど、なんかさ、味ついてるアイスも本当に賞味期限ないのかなってすごい心配になってこない？本当にいけるんかって思うけど、書いてないんだよね、そもそも。確かに。そうですね。要は冷凍さえされておけば大丈夫ってこと？品質変わらないってことですね。米だって心配になるのに。あとオクラは英語でもオクラ。そう、オクラ。ネバネバオクラ醤油がけとかは？異物にはちょっとわかんないですね。ネバネバオクラソース。ソースお次。はい。いきますね。うんちはぬるぬるすると危ない。ぬるぬるしなくても危ないだろう。誰？あ、こちらですか。虹三時のデビデビデビルさんからですね。ぬるぬるすると危ないじゃなくてさ、はい、くだらね。今日のくだらない大賞取れるよ。くだらない大賞は取れる。ではお次いきますね。バラエティ番組で使われる、うん、ワオという女性の声はコナミのパロデュースだ神話からお笑いへというシューティングゲームの効果を。シューティングゲームで？え、それがずっと使われてるってこと？今もバラエティ番組とかなんかちょっといかがわしいシーンの時はわーみたいな効果も出るもんね。こちらナナシインク風見ククさんからの雑学です。ゲームみんな強いね、やっぱりゲームやってる人たちは。ありがとうございます。すげえ。ありがとうございます。みんなゲーム好きやな。いやー、いろいろとお寄せいただいた雑学を紹介していきましたが、いかがでしたか？明日から使えそうな雑通学あった？アグレットかな？アグレットはどうよ？まあ、じゃあ、せっかくなので、はい、こちらポルカさん、雑学王の発表をお願いします。いろんな雑学あったから忘れてたけど、なんか今日はいいんだね、はい、もう決めていいんだ。ポルカの突然、独断と偏見による、はい、今回の雑学王って決めていいんだね。神神や、もう神神神ますね。予想外のどっちらかった雑学がどんどん来て頭の中雑学になった。うんちとかの話もうどうでもよくなって今。でもうんちが頭に残っちゃってつらい。早く出てきて出てきて。いやでも今言ったようにパッと出てきて、明日なんかスニーカー履いてる人に使えそうだから、スニーカーの靴紐の先の部分はアグレットでーす。これやなー、イエーイ。いや、まあ、確かにね、実際ね、なんかこう行ってみたくなりますよね。そう、絶対知らないじゃん。10人中8人知らない。まあこれね、今回でなんかいろんな知識が身について。え、エンディングの曲コンコンコン。いろんな知識が身について、はい、また一歩サーカスの団長に近づきましたね。いや、ごめんね、あの、はい、いつもここでいきなり橋を外しちゃうんだけど、はい、いろんな知識身についた。確かに身についた、はいはい、うん、方向性これで合ってるのかな。教えてください。そして新しい雑学お待ちしております。タンタンタラッタ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 ンタンタラッタッタッタ。今日はここオバルザサーカステントからお送りしました。これのど自慢のネタです。のど自慢のネタなんですね。